どうも、しねこです。今回も、ウマ娘プリティダービーやっていきたいと思います。通算パート、パート22ということで、前回のパートでですね、里のダイヤモンド編が終了しました。まあね、惜しかったな、A ランク惜しかったなって感じだったんですけど、今回からね、また、他の、馬娘を育成していこうかなと思います。ということで、今回もね、こちらの、メイクアニュートラックかな、もう英語ね、怖いからね。まあ、どうかな感じなんですけどね。なんだ、読み合ってるかな感じですね。で、今回はですね、どうしようかなーって思ったんですけど、一応、里のダイヤモンドと、なんだ一応ね、2体ね、まあ、ガチャでね、獲得しまして、その、まあ、里のダイヤモンドじゃない方ですね。もうちょっとね、なんか説明下手くそですが、今回は、カネちゃんでやっていこうかなと思います。充電で、里のダイヤモンドと、カネちゃん出たのでね。まあ、今回は、カネちゃんですということで、やっていきます。もうなんだろう。もう先行基準かわかんないことね。で、今回の継承馬娘は、こんな感じでね。前回育成した里のダイヤモンドを、まあ、使っていくって感じですかね。はい。では、これでやっていきます。レンタルマムスもね、使わせていただきます。お任せ編成で、こんな感じになりました。ということで、やっていきましょう。OK! もうね、サポートカードは、シネコは、あまり考えない。考えないです。スピードアップ、スピードアップ、パワー54も上がる。マイル適正 C、ミゲート適正 A。 待って、50も上がる。そうか、50も上がるのか。50も上がるのか。で、今回もね、ストーリーはほぼほぼスキップでやらせていただきます。スタート、こんな感じですね。パワーがいきなり F プラスですよ。どうしたの?さあ、やっていきましょう。まあ、やっぱりなんか、スピードスタミナパワーを上げていた方がいいのかなと、シュネコは思うんですけど、まあ、それが合ってるかどうかはね、まあ、わかんないんですけど、まあ、とりあえず、賢さを F にして、待って、そうか、体力、全回復の状態で、賢さ、やるのはどうなんだろう。選んだんですけどね、どうなんだろうとかって。コーチをやる気アップ。さあ、やっぱり、スタミナ、スピードかな?スピード、もう一つをドカッと上げていくか?でもやっぱスピード大事だよね。スピードは大事ですよね。待って、なんかさっき誰もいなかったような感じな。よし、じゃあちょっとスピードメインで上げていきましょう。やる気絶好調になりました。ダンスレッスン、ダンスレッスン、ダンスレッスン、スピードアップ。さあ、もう一応スピードですね。これでスピード F プラスランク到達です。どうしよう、この選択肢ね、迷うんですよ、なんか。なんか迷うんですよ。やる気絶好調。さあ、こっからですよ。失敗率ね、増えてきますね。失敗率 5% でも怖いな。5% でもシネコは怖いな。7% とかでも怖いな。スピードアップ、パワーアップ、やる気ゲージアップ。さあ、パワーが E になるよ。メイクで言う前に。さあ、イベント進んでいきます。スタミナアップ。30%、怖い、28%。怖いよ。無理な禁物だよ。無理な禁物ですよ。スタミナアップ。さあ、スタミナも上がったかな?
F プラス寝ましたね。どうしよう、賢さ上げていこうか。あの、まあ、体力回復したいからってことでね。待って、なんかまた根性が足らないような感じがする。何だろうな、なんか上がり方のコツ的なもんがあるのか。まあ、とりあえず、休むのはよくないな。休むのはちょっと怖いな。休むのは怖いな。休むのは怖いな。スピードアップ。さあ、スピード 4%。さあ、4%。4%。15、10に上がるね。やるか。失敗。4%! ちょっと待って。4% だよ。25分の1だよ。なんだ、怖いな。ちょっと運、あの運悪いの運悪いの、運悪いのか。どうしよう。何、何、ゲルチ下がったよ。スピード下がったよ。無理しなかったらよかった。もう 4% でも無理だよ。無理だ、沈没って言ったよ。さあ、まあちょっとやる気はあれですが、一つ下がってしまいましたが、一つなら、なんか伝説の地理を探しに海へ、なんか地図のなんか資料を取りに山奥へ、海か、海行こうか。お、お、スピード、いいなりましたね。まあ、いっか。いいなったらいっか。取れない、取れないね。スキルポイントが1ポイント足らないな。ちょっとスキルなしで挑みましょうか。メイクレジュー、こんな感じですね。 E2 つですね。 F が1つ、 F プラス2つ。スキルは、初期じゃない、固有スキルの1個ですね。さあ、メイクレジューです。スピードアップ5、何番人気？一番人気。やる気好調ですからね。いつも絶好調か、なんだ、なんか、かんだかな。いつもね、あの絶好調で出てるんですけど、今回は好調でやっていきましょう。阪神レース場芝1200メートル、メイクレユーです。ジュニア級のね。さあ、いつも通り4倍速で お届けいたします。レッツゴー。現在1番ですね。1番手です。さあ、4倍速でお届けします。残り8着、残り6着メートルですね。あ、そうか、もうあれなのか、早いのか。そうか、1200って結構早いのか。 なんだ結構早いのか。さあ、ここから抜け出せるかな。残り400。おっと大丈夫か。追い比べ。どうだ残り200、残り200だよ。200m だよ。200だよ。お、上がってきたかな。よーし、メイクメイユー突破ですね。突破ですね。やりましたね。2馬身差ですね。やったね。リバ審査です。オッケー、メイクレジュー10ポイントゲット。ビギナークラスランクアップ、ファン数アップ。さあ、こっからですよ。こっからね、 A ランク育成、 A ランク以上の育成をね、目指しましょう。レース目達成、残り12ターン、60成績ポイント。なんだ？何？全力ダイエット？なんか怖いけど、まあ全力しちゃう？連続しちゃう？全力で戦う？いいのか悪いのかわかんないけど、まあいいや、残り12ターン。さあ、ショップですね。ショップ開放されましたね。
さあ、このね、このショップをうまく使おうって感じですね。スタミナ7アップ。はい。ということでですね、多分ですけど、時間的にちょうどいい感じかなと思うので、今回のパートはここまでにさせていただこうかなと思います。毎度で使いましょう。多分ですけど、前回の里のダイヤモンドの時の、マイローテが使えるんじゃないかなと思うので、一応、こんな感じのね、レース状態でやっていこうかなと思います。ただ、適性がちょっと違う可能性があるね。違うね。適性が違うね。短距離なんかな。まぁ、ちょっと、まぁ、変えます。変えます。まあ一応暫定的こんな感じになってますね。まあもしかしたら変えるかもしれませんので、まあ変えた場合は、次回のパートの、まあ最初らへんにね、ちょこっと話して、そこから、進めていくって感じにしようかなと思います。ということで、今回のパートはここまでということで、次回も、12ターンですね。12ターンやっていこうかなと思います。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。どうも、しねこです。今回も、ウマ娘プリティダービーやっていきたいと思います。カレンちゃん編パート2、通算パート、パート23ということで、前回の続きがですね、やっていきましょうということで、前回からカレンちゃん編が始まりました。ということで、現在ね、ステータスこんな感じです。スピードがいい、パワーいいって感じで、根性が F ということでね、根性が、まあ、ちょっと少ないかなって感じしますけど、まあ、なんだろうな、まあ、とりあえずスピード上げた方がいいんじゃないかなって思ったら、失敗率 30% だな。そう、前回ね、4% で失敗してるんですよね。ってこと考えたら、ちょっと休んだ方がいいかな。休みましょう。あ、でですね、レースのローテーション、こんな感じにしました。これジュニア級ですね。で、こちらクラシック級。で、シニア級って感じなんですけど、なんかですね、G1 で、その適正のレースがですね、あまりなくてですね、今回 G1、3回しかね、出ないんですよね。まあ、この3回を、すべてね、勝っていきたいなって、そんな感じがしますが、まずは、ジュニア級とかね、まあ、8月前半レースありますが、まあ、頑張りましょう。頑張りましょう。ということで、そうだなぁ。根性を上げといた方が良さそうな気もするんですけど、スピード上げましょうか。友情トレーニングなのでね。スピードレベルアップ2。イベントです。さあ、レースだ。の前に、何も変えないな。スキルは？いけますね。何か取れそうですね。どうしよう。何がいいんだろうな。適正、着室適正、逃げ A、先行 A。まあ、先行、あ、作戦がありません。最終コーナーでわずかに抜け出しやすくなるがありますね。ただ、これかなぁ。で、最終直線上げるときに攻撃につけていると速度がわずかに上がる。先頭に近い場合は少し上がる。見しとこうかな。スキルゲット。では、行きましょう。オープン戦です。オープン戦は、今回カットにさせていただこうかなと思います。一番人気。一着です。オープン戦はね、まあ、ちょっと今回カットさせていただきます。でももしかしたら、すべてオープン戦の場合あるかもしれないですよね。今回のレース。さあ、リスクと釣りか。アイス食べよう。暑いからね。
さあ、スタミナのね、メモ帳を購入しまして、よいしょ、使いましょう。スタミナアップ3。なんかスピード結構上がりやすいのかなっていう感じがしますね。待って、本当に G3、オープン戦今回、オープン戦が出ないではない。あー、出るね。出ますね。よかった。11月前半出ます。G3 ね。じゃあそこまでレースはカットかな？なんでこんな失敗率高いんだ？休もうか？休もうかとか言って。ちょっと体力回復させましょう。20回復。これで、よしよし、0パーだね。失敗率。スピードを上げとこうか。根性、まあ、なんだろうな、パワー上げとこうか。さ、いい。パワーがいい。パワー、パワー、何がいいになったんだ、何がいいになったんだ、何がいいになったんだよ。何だ、スタミナがいいですね。スタミナがいいになりました。よし、では、オープン戦。待って、G3 出れるな。忘れてるね。はい、すいません。再開します。ですね、オープン戦、G3 出てもいいのかなと思うんですけどね。ちょっと、タズナさんの予想が、怖いな。でも、そこまで変わんないか。じゃあ、G3 出ましょっか。出ますよ、G3。出ましょう。スタミナ5アップ。一番人気では行きましょう。 G3 ですね。初 G3 です。カレンジャーでね、挑む初 G3 です。ちゃんと見ててね。さあ、 G3 小倉ジュニアステークス 1200m です。あ、待って、小倉じゃない、小倉だった。もう、勘違いが多いよ。では、行きましょう。OK、スタート OK です。では、4倍速でお届けいたします。まあ、いつも通りです。さあ、現在9番手です。さあ、間もなく残り600メートル。9番手です。10番手。9番、8、7。7番手の5、5番手上がってきました。ただ、結構離れてます。結構離れてるよ。大丈夫？ 200 通過。お、どうだ？どうだ？どうだ？あー !G3! 2着。G3 初勝利とはね、なりませんでしたが、2位です。まあ、いいや。2でもいいよ。本当は出る予定なかったしね。さあ。G3 はね、発勝できませんでしたが、まあ、いい経験になったかな？わかりません。お、マックス体力アップですね。結構嬉しいよ、マックス体力アップって。さあ、あげましょう。7ずつアップです。で、もう一戦ね、で、続けてあるので、出ましょう。待って、1200のがいいって言ってる？まあ、1200、出ようか。ちょっとここは、おすすめを、選ぼう。では、オープン戦なので、結果はそのまま見ます。3着！オープン戦だよ。やばいぞ。ちょっとドキッてするよ。さあ、もうなんか体力ないな。だからかな。さあ、いろいろ、もらいましょう。3ずつアップで、ここでスピード E プラス以上。
うわーチュジュンパ怖い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 よ、もう休む休む休む怖いよ、休むよ、休んじゃうよ。スタジオカップ、ジャッジ絶好調、スタミナ13アップ、お出かけできるようになりました。スピード上げて、スピードだ、大事なのはスピードだ。イベント1ですね、耐火指数アップ。さあ G3 だ、根性が怖いけど G3 だ。 DS 価格 20% アップ。では行きましょう、 G3 取れない、まあなんか取れるけどなんか取らないで落ちましょう。オープン戦出てねって言われてますね。まあ三角ないから大丈夫、三角ないからね、 G3 だ三角ないから G3 だ。一番人気、一番人気でレッツゴーです。一番人気ですね。なんか全てね、まあ、トリプル20丸ついてますのでね。どうかな、勝てるかな、なんでね。ファンタジーステークスです。京都レース場芝1400メートル。いやー、怖いよ。さあ G3 初勝利へ、一番人気で挑みます。さあ行きましょう、出遅れ出遅れだよ、出遅れだなんかスタートダッシュ上手くなるようなスキルとかあるのかな、できればなんか取りたいな、ドキッてしますからね。さあ4倍速でお届けいたします。現在4番手です。結構いい気かな、残り600目となります。さあ3番人気、3番人気ね、3番手3番手でスキル発動します。さあ抜け出すか、現在2番手1番手浮上、残り 400m 抜け出しました、だいぶ抜け出したよ、だいぶ抜け出したよ、だいぶ抜け出したよ、なんかだいぶ抜け出したけど大丈夫、後ろ来てない、大丈夫、勝った、 G3 初勝利、 G3 初勝利、やったー、ファンタジーファンタジーだー、一着でーす。勝てるもんだね。さあトロフィー獲得、ファンタジーステークス69分の20、まだまだですね、ポイントゲット、シルバークラスには上がりませんね、あともう少しってところでしょうか。でもあと8000人ぐらいいたな、一着追加、おっとっと待ってないこれなんだこの選択肢は、え、なんかなんでこれチョコ変わるの、怖いよ、なんかチョコ変わらないでほしいな、上だ上だってなんだ、よし、体力回復しときましょうか、まあ、スピード上げましょう。スピード7アップ。やっぱり、根性がね、前回の里のダイヤモンド編の時もそうなんですけど、なんか、少ないっていうか、なんだろうな。なんか、そこまでシュネコが重視して上げてないから少ないのか、なんか、もともと上がりにくいのかわかりませんが、ね、なんか、いつも少ないのかですよね。まあ、とりあえず、スピードを D にしときましょう。どれか一つはね、なんかどれか一つをね、ドカンとね、ドカンってね、すればいいんです。なんだドカンって。さ、これは賢さかな、ビッグマークついてるのでね。酔い場所を回る。スタミナアップ。さあ、今回のパートラストレースがね、近づいてきます。賢さアップのオープン戦。オープン戦に、レッツゴーで出ます。スキルは、待って、これあるじゃん。
集中力ってあるね。スタートが得意なのに出遅れる時間がわずか少なくなる。あるね。あのなんか歩型みたいなやつがあるな。どうしようかな。まあ、1になる機会ちょっと発揮しようか。っていうスキルを取りましょう。では、行きましょう。オープン戦 D ランは見送ります。で、オープン戦なのでね、カットさせていただきます。ほい。一着です。順調、200ポイント。ブロンズキープ。まあ、今回ね、2着とか3着とかね、ありましたけど、まあ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 っていう感じかな。次で目標達成。ネクスト、200ポイント。1のターン。お、サポートカードイベント進みます。はい。あれ？なん、こういうスキル上がらなかったな。なんか、あれ？ポイント足らなかった、もしかして。ポイントなんか、250ポイントくらいいるんかな。200ポイントで、あ、やっちゃったかもしれないな。レベル上げるあれを、一回見送ってしまいましたよ。スネコ大丈夫？大丈夫かな？わー、やっちゃった。やっちゃったって感じしますが、まあ、しょうがない、しょうがないです。さあ、ってことでですね、ちょっとしたね、失敗もありましたが、今回のパートはここまでにさせていただこうかなと思います。現在のステータス、こんな感じです。スピード D ランクになりまして、スタミナパワーが E プラス、回復速が E、根性が F プラスっていった段階になります。さあ、次回は、このね、クラシック中の前半やっていくんですけど、レース見てみましょう。6レースね、一応予定されてますね。ただ、すべて音符戦やったかなーって感じじゃなかった G3 がありましたね。オープン戦、G3、G3 ってことでね、G3 ね、3回あります。この G3 3回、勝ちたいね。勝ちたいねってことで。今回のパートはここまでにさせていただこうかなと思います。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思っていただきましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。どうも、しめこです。今回も、馬娘プリティダービーやっていきたいと思います。カレンちゃん編パート3、通算パートパート24ってことで、前回の続きからになります。現在のステータスこんな感じです。スピードが D、スタミナとパワーが E プラス、賢さが E で、根性が F プラスっていった感じですね。スピードがちょっと出てるねって感じですね。まあ、飛び出てる。まあ、突き抜け。いや、ちゃうね。まあ、そんな感じです。はい。で、どうしようって感じですよね。お出かけ、あ、あるね。じゃあ、ちょっと、こっちのイベント進行させようかな。クレーンゲームもやりたいけどな。32、体力アップですね。スタミナ13上がりました。で、進んでいきます。さあ、オープン戦ですね。オープン戦は、カット。まあ、カットとか、スキップね、しようかなと思ってますので、まあ、さーてね、さーて流れていきます。一番人気で出走です。一着。よしよしよーし。よしよしよしなんだ。さ、ファン数も上がって、もうすぐでシルバークラスですね。いい感じですよ。根性アップ。メインスタンドイベント進んでいきます。やる気が絶好調キープ。さあ、パワーのね、あのメモ帳をお買い上げして、相手を丸にしとこうか。なんか、もしかしたらね、なんか、相手を丸によって何かがね、動くかもしれませんが、とりあえず、コンディション獲得、相手を丸。愛嬌って呼び方で合ってるかどうかは、わかりません。どうなんだろうね。
体力が今足りないように、でも回復ありますので、ね、使いましょう。で、根性かな。あ、でもちょっと理事長のなんか気のギリギリ取った方がいいんじゃないかな。いや、でも根性だな。根性とりあえずいいにやしときたいな。大丈夫？固まったと思ったよ。パワー回復数アップ、ヒントレベルアップ。さあ、レースオープン戦です。大丈夫？大丈夫だね。何をしよう思ったんでしょうか、シネコは。まあ、行きましょう。オープン戦は、スキップ。一番人気、トリプル20までね。アシストで1着です。オープン戦は、勝てるようになってきたね。さあ、シルバークラス、ランクアップです。今回、そう、なんか、D1 がですね、3レースぐらいしか出ないのでね、もうこの3レース、すべて勝てないといけないんですよね。怖いなぁ。一発逆転じゃないなぁ。なんか、一発集中的な感じかな。画面下に見ると進んでいきます。スタミナアップ10。な、ちょっと画面が一瞬暗くなります。ごめんなさい。すいません。はい、再開します。美味しい猫鑑定なんだ。なら美味しい猫鑑定なんだ。まあ、使っとこうか。なんで理事長の金の利益上がるんだ。なんだろうな。さあ、まあ、スペシャルじゃないわ。友情と、友情トレーニングかな。発動しましょう。さあ、これスピード D プラスになりました。スピード上がってきますね。もう上だよ。さあ、D3 です。D3 ですね。さあ、阪神レース場丸がありますけど、まあ、集中力とった方がいいかな。まあ、ちょっとペースアップもらっとこうかな。スキルね、取りましょう。よし。では、デートトークンでは、行きましょう。D3。D3 です。ファルコンステックス。さあ、D3 ってことならね、まあ、今回は見ましょう。一部、てか見ましょうというか、まあ、見ないといけないね。そうかそうか。トロフィーゲットしてないからですね。さあ、行きましょう。G3。ここで勝ってね、G2 でもいけるんだっていうね、そういう実力見せましょうよということで、やっていきましょう。G3。もしね、子はね、応援することしかできませんから。さあ、ファルコンステークス。芝生 400m です。スピードは D プラスなのでね。まあまあまああるかなって感じなので、まあ、根性の少なさをスピードで補いたいね。っていう感じで、レースを進めていきたい。14と、スタート。大丈夫ですね。いい感じのスタートです。さあ、4倍速でお届けいたします。いつも通りです。最終コーナー付近でね、通常スピードに戻します。どこに800メートル、さあ、もう外かな ?600 メートル。さあ、現在3番、4番手。お、ここでスキルですね。そう、なんかね、スキルのレベルが上がらなかったんですよね。それがちょっと気がかりだなぁ。さあ、走ってきます。全然2番手。加速力アップ。残り400メートル。おー、離していく。離していく。もう上のあれでもわかるよ。残り200メートル。5馬身。やったぞーまだ来てないけど。D3 だー。D3 だよー。ということでね。D3、勝ちましたね。4馬身です。さあ、これでトロフィーゲットですね。やったね。一脚でーす。
が、ライバル戦にもね勝利ですね。トロフィー獲得、ファルコンステックス G3 トロフィー69分の21 気が遠くなるな。あと30個40個ぐらいあるね。さあまだだね、クラスは上がりません。でもなんか順調に勝っていってんのよね。なんかそのうち今実況してるうちにトロフィー埋まりそうだけどな。うせぐと追加、オッケー、ありがとう実況。お、化粧かしい、これで結構上がりますからね。何が上がるんだっけな、パワーやったかな。わわ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 わ、ストップ、なんだ63曲がったよ。ポジション選出、末足テンポアップ、逃げコーナー丸、だいぶヒントレベルもらえるね、もらえるね。サイクル追加、だいぶもらえるよ。注目株欲しい。注目株、ただ今回は諦めよう。根性アップ、やっぱパワーが結構上がったのか、60何も曲がりましたからね。パワー一気に上がったよ。さあ、お出かけしましょう。イベント進めときましょう。まだ5分の2ですからね。体力アップ、根性、あ、根性上がるね。嬉しいな。さ、サポートカードイベント。なんだこの3択は。なんだトップガンの3択は。どうしよっか、そうやね。まあ、トップガンの方もですね。最初で、あれやったからね。ちょっと、B だったっけ ?B クラスだったんだね。A クラスにしたいな。A ランクにしたいな。ま、もしね、まあ、まあまだ当分先になるかなとか思うんですけど、もし、同じ馬娘ですね、育成する場合は、パート数の表記多分変わると思います。ってことで、オープン戦です。スキップしましょう。一着。もうなんかレース見なくても勝ってるねって感じがするね。さあ、ゴールドにはなれません。まだシルバーです。やりましたよ。育成グッズ追加。なんだ、ビクトリークラブって何？なんだ？アップアップ。さあ、注目株でもらいましょう。あるね、注目株。なんかいいことありそうだよね。コーディション獲得、注目株。あ、そうか、理事長評価してくれるんだね、もっと。もっと評価してくれる。賢さ E プラスにしときたいんですけど、やっぱりお出かけしましょう。体力なくなったらお出かけです。下かな？絶好調、スキルポイントアップ。ま、体力解放しなかったな。体力解放しなかったな。待って、こんなことあるの？体力アップ。さあ、G3 の前に。の前に。怖いから体力回復しておきましょう。ではスキルを取ろうと思ったんですけど、もうちょっとポイント貯めないといけないかな。ではこの状態で G3 に出ます。 G1 はまだ先かな。今回は多分 G3 のね、出走になるかなと思います。さあ、1番人気で、レッツゴー。さあ、やっていきましょう。G3 です。てか、結構 G3 出てなかったんですね、シュネコ。ね、結構出てなかったんですね。さあ、G3、京都、芝1200m、1200m。結構あれだね。短いような感じがするけど、なんか結構短いような感じするね。え、そんなになんか悪い天気なんですか？
そんな天気持ってくれるかなんていう天気なんですか。怖いよ。あれ雨降っても乗りますよね。さあやっていきましょう。4倍速でお届けいたします。現在1番手先頭ですね。 1000m、 800m、 600m、 第4個カーブ、現在2番手。さあどうだ。7番が早いぞ。残り400。お、スキル発動。さあ先頭1番手になった。残り 200m。 スキル発動してないけど大丈夫。スキル出しといた方がいいんじゃないか。大丈夫かい。大丈夫。一着だ。あれやったぞ、やったぞ。2馬身さ、やりました。一着ギスリです。まあまあまあ、まあ、ギスリです。さあ、ライバル戦にも勝利。ステークスゲット、トロフィー69分の22、ポイントゲット、マックス目標達成、ゴールにはなれない。やったよ、頑張ったよ、頑張ったよって言うよ、シネコは言うよ。お、なんか褒められたね。何か褒められたね。なんだ。そのようにアップ。あ、夏合宿の話来ましたね。さあ、パワー上げといて、7アップさせといて、もうすぐで C だね。なんかパワーの方があれだな、上がってきましたね。ただ根性が足らないのがものすごく気になるな。まあ、ちょっと勉強しとく。さあ、E プラスですね。まもなく今回のパートね、最終かな。賢さアップ。さあ、またまた D3。D3 ですよ。さあ、ラストスパートで速度がわずかに、これ欲しいな。ゲット。さあ、行きましょうか。根性がちょっと怖いけど、行きましょう。D3、オープン戦おすすめされてますが、D3 に出ます。函館ですね。一番人気で出走です。いや、ドッキドキですよ。D3 です。でも D3 勝てるなんて言ったら、まあ D2、まあ D、あれ？D2 って何回出る予定だったかな。そんな出ない可能性があるぞ。大丈夫かなという感じ気になりますが、まあね、とりあえず D3 です。とりあえず D3 です。なんだってそこまであれなの。まあ天気悪いと、まあ、走りたくならなくなるんかな。さあ1番人気で進んでいきます。スタートダッシュは大事です。大事だよ。スタートを失敗しちゃうと怖いよ。16とスタート大丈夫。スタートは大丈夫。かかった、なんかかり、何何かかりってなんだ。あの焦っているのか。大丈夫か。さあ、4倍速でお届けいたします。いつもね、なんか間違えるね。さあ、残り 600m です。現在3番手。ノーマー、差し込んだ入る前に、スキル発動します。ペースアップ。さあ、スキル3つぐらい発動したよ、一気に。さあ、残り400。どうだ？大丈夫か？おー、なんか14番持ってたよ。残り200。残り200。200だよ。3馬身差。やったやったー。三馬身函館だー。 D3 だー、トロフィーだー。60ポイント、トロフィーゲット。63で69分の23、これで 33.3% ですね。
ポイントゲット。ゴールドをこらすにはまだなれません。あともう一勝ぐらいかな。やったね。さあ、夏合宿に入りました。何、肌荒れってなんだろう。はい。ということなのでですね。まあ、夏合宿がやってきたよってことは、今回のパートはここまでってことですね。はい。今回のパートはここまでになります。まあ、次回かな。次回のパートは、こちらの夏合宿から、始まりますということでですね、現在のステータスこんな感じです。スピードスタミナパワーが D プラス、スピードパワーがもう少しで C になるよって感じの、まあ、一歩手前状態、根性が E、 賢さが E プラスって形で、まあやっぱり根性の少なかず感だよ。根性の少なさがちょっと出てしまっているなって、そんな感じがしますが、まあ、スピードパワーが上がっていればなんとかなるかなって言った、まあそんな感じがするんですけど、どうなんでしょうかね。わかりませんね。はい、ということで次回のパートは夏合宿ですってことで、ローテーション4回ですね、4回出場します。でここで G1 がねやってきますので、 G1 勝てたらいいねということで、今回のパートはここまでさせていただこうかなと思います。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネルの方もよろしくお願いします。ということで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。